こうしているとなんだか付き合っているみたいだけど、そうじゃない。俺たちは恋人ごっこをしているだけだった。そもそものきっかけは、ナンパされていた彼女を恋人のふりをして助けたことだった。けど、もしあれが嘘だってバレちゃったら、ああいう人がまた私のところに来ると思うの。まあ確かに。だからね、すごく失礼なお願いになるんだけど、これから先も私と付き合ってることにしてくれないかな。表向きのふりだけでも。え？こんなこと他に頼める人いなくてダメかな。なんだかちょっと恥ずかしい。でも仲がいいところを周りにアピールしないと。あのね、もしよかったら私のお弁当少しどう？お弁当を分け合ってる方が恋人みたいに見えるでしょ？うん。じゃあ、はい。え、いいの？うん、いいよ。どう？おいしい？うん、すごく。そう、よかった。おはよう。おはよう、七沢さん。昨日はあれからクラスで質問攻めに遭っちゃった。こっちも大変だったよ。でもちゃんとみんなに伝えられたよ、私たちが付き合ってること。俺も七沢さんと付き合ってるって伝えた。これから本格的に恋人同士ってことになっちゃうけど、そのよろしくね。よかったね、いいものが買えて。うん、言うことなしだよ。七沢さんに選んでもらえてよかった。あのね、その呼び方なんだけど。何？一応恋人のふりをしてるわけだし、ユニって名前で呼んでもいいよ。ええー、それはちょっと。いいよ。いきなり呼び捨てってのもあれだし、ユニちゃんくらいから始めてもいいかな。うん、それでも十分だよ。行こう、ユニちゃん。ありがとう、いつも私のわがままを聞いてくれて。でも二人で過ごす思い出が増えるにつれて、いつまでも恋人ごっこじゃ我慢できなくなっていた。ユニちゃん。ダメだよ、これ以上はキスはしないって約束。ごめん、俺もう。ユニちゃんが俺の部屋を訪ねてきたのは翌日の夕方だった。いきなりあんなこと、ごめん。
嫌だったよね。私の方も急に逃げ出しちゃったりしてごめんなさい。男の人にあんなことされたの初めてで、そのどうしていいかわからなくて。ごめん、もうしないよ、約束する。ううん、違うの。え？私考えたんだけどね、むしろああいうのが普通なんじゃないかな。普通ってどういうこと？その抱き合ったり愛を交わしたり、恋人同士ってそういうことをするものでしょ。そりゃそうだけど、だって俺たちは。でもしたかったんでしょ。うん、ごめん。謝らないで。これは私があなたにお願いして始めたことだから、そんなに我慢しなくてもいいんだよ。そう、ユニちゃんと俺はやっぱりパートナーで、恋人ごっこの関係が変わったわけじゃない。おはよう。おはよう。体大丈夫？うん、大丈夫。ユニちゃん、ありがとう。俺、昨日のことは一生忘れないよ。私も、ずっと忘れないよ。ありがとう。じゃあ、また昼休みにね。でも、いつか。そう、いつか。